井貴です。ゼブライン松井です。村上山下です。お願いします。お願いします。はい、今回も大風写真館あった秋葉プロデュースのバイガイナックスのスタジオから収録しています。はい。はい。それでは今回は何のコスプレメイクをするんでしょうか。今回はですね、諸事情によって今となっては上がっていない動画があるんですよ。動画がある。まあちょっと詳しい話は一旦置いておきまして。そうですね。というわけで弱虫ペダルのまなみ三角くんをやろうかと思います。おー、時を経て再挑戦します。はい、というわけでコスプレメイクスタート。はい、じゃあ始めていきます。お願いします。眉毛を消します。消えるかな。消えないよ。そんな簡単に消えるわけないじゃん、生えてんだから。うわー、消えてる、うん、こっちはどうかな。何かが向こうだ。しつこい汚れが。油汚れにティッシュ。はい、落ちました。よかったですね。で、カラコンはティアモさんのプラチナブルーを使います。うんうん、おーい、ティアモじゃねえや、エティアだ。あ、エティアさん、間違えちゃうの、いつも。はい、じゃあエティアさんのプラチナブルーですね。で、ネットかぶります。お願いします。暑いな今日は。そうですね、ライトがすごい当たってますからね。そう、そうね、女優みたいですね。画面越しでもちょっとライトが分かるぐらい。本当輝いちゃうな。輝いております。飛ばしてますよ、光で。はい、ほい。で、かぶったら、うん、もう一個かぶります。二重かぶりですね。はい、説明しよう、松井さんが。あーっと、まさかのナレーションだけかな。二重かぶりとはね、ネットを二重にかぶることを言うんだよ。それに伴う効果は未知数。いや、未知数じゃないんですよ。いや、あるのかな。まとまりやすくなったりとかいろいろあるんですよ。全てがぼんやりだ。ぼんやり。はい、100均のサージカルテープで顔をちょっと引っ張ります。はい、説明しよう。誰だ誰だ、次は誰だ。説明をしてくれない。やばいやばい、説明してくれない。説明しようっつって説明してくれない、怖い。顔つったら輪郭がシュッとします。引っ張りました。はい、顎は相当シュッとしたんじゃないですか。ね、シュッとしましたか。うん、ペダルキャラは割とシュッとしているのでね。そうですね、みんな尖ってんだよね。ちょっとあの強度を増すために貼っときます。はい、つけるこれ、あ、アイプチの、はい、糊を、糊を補強ですね。はい、すごいですね、補強のために。でもね、取るときに皮膚を持っていかれやすくなるので気をつけてください。はい、命削ってます。削ってます。この前ツイッターで流れてましたけども、あの取るときに戻ったって感じがする場合は脳溢血の可能性があるので気をつけてくださいとのことです。へー、そんなの気にしてたらね、やってらんないんだよ。脳溢血とそんなぞっていうのもなかなか。はい、ベースメイクしていきます。まずはいちごコンシーラーです。はい、なる人はなるし、ならない人はならないんだよ。まあ確かにそりゃそうなんですけどね。昔の野球部ぐらいの根性論でいくんだよ。もう戦国時代だよ。死ぬかどうかでしょ、コスプレで。病とは気なり。ドリフターズだ。ドリフターズです、ね、柴田さんの関係。平成28年とは思えない。死ぬときゃ死ぬ。さあ、河合さんのあれがどんどん消えていきますよ。やったぜ。それで早死にしたらな、年金払わなくていいからラッキーです。そうだな。そうですね、うん、何歳まで払わなきゃいけないかな。150歳くらいまで払わなきゃいけないかな。もうめっちゃ払う気じゃん。偉い ね。150で払うってもういつもらうんだよ。もうもらっとけよ。吸血鬼のね。まだいいっすって言ってんでしょ、150まで。元気だな。ヴァンパイアは200歳からっつって。そうそうそう、すげえな、独特な受給システム。天引きされてるからな、でも。もう夏希ねえのね、年金もらう年になったら死ぬっていう、ね、概念が好きだからさ。うん、65より前死ぬよ。死ぬ。でもあれですよね、そうすると国会のお偉方が解散を死なせるために年金の受給年齢を引き上げます、うん、何ってなるのか。
殺したい時は50ぐらいになるってこと、どん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 下げて下げて早めに殺そうとしてくる。いやいや年金という壁に来年死にますみたいな、ああもうダメだって、ね、じゃあもらえんだったらじゃあって。はい、キャンメイクのコンシーラーです。ーい、これでさらにアラを隠します。いいですね。違う種類のコンシーラーを重ねることによって、うん、何の効果が得られるんでしょうか。これはクイズですか、今のは。誰にクイズなのかな。いや、疑問です。ああ。宙に今疑問が浮いてるね。ちなみにですね、お料理をするときに複数の種類の油を合わせることによって旨味がより増すという効果があります。あ、じゃあそれに近い効果が。うん。河合さんの旨味が増す。すごい。そうですね。油で例えられてますね。あら汁ができます。やだ、あら汁って。オーロラソースみたいなことかな、うん、マヨネーズとケチャップを足して美味しくなると、うん、なるなる、ね、はい。で、インテグレートのファンデーションで最終的なカバーをします、うん、はい。これをちょっと油で例えると最後に、そうですね、追いオリーブオイルですね。ああなるほどね。最後に高い位置から、ね、高いところ、うん、でさらに上からチーズをファサッといきます。地上30メートルくらいからファサッといきます。もう上に乗ったら成功だね。成功か失敗からね、料理は。そうですね、うん、そうですね。コスプレメイクもまたしかりですね。成功するかな。ちなみに、まあ、マナミン編はね、再生回数がむちゃくちゃ多かったんですよ、うん、一番多かったんだよ、うんうん。今あの松のおそ松 F6 っていう動画がお化けのように伸びてきたんで、まあ、ちょっと抜かれちゃいましたけども、うん、それ以前はすごいね。でもその間止まってる期間もあるんでしょ、マナミが、うん、そうなんですよ ね、公開中止期間があったんだよね。不思議だね、うんうん、不思議だね。ではアイメイクをしていきたいと思います、はい。マナミはアイテープを貼らないようにしようかなと思っているので。なるほど。このザワチンさんのアイシャドウパレットのこの茶色にしようかな。この茶色をまずまぶたに塗っていきます。ピザヨキャラはいろいろ特徴がありましたから ね、おさらいしていきたいですね。ちょっとそうですね、ねえ、久々すぎてちょっとわかんないかも、うん。最近の男性メイクって言ったらね、どっちかというと配給の方がトレンドになってましたからね。そう、うん、はい、セザンヌのアイライナーです。い、これでラインを引いていきますが、うん、なるべく自前の二重を私は隠さない程度に塗っていきたいと思います、うんうん。ない人は事前に二重を作ってください、うん、ですって。それが難しいんだよな、ない人からすると思う、ね。私はシュッとしたマナミンが好きなので、うん、あの何、2年のマナミンが好きなんですよ。ご存知ですか。そうね、眠たいマナミンじゃなくて、バキバキのマナミンが好きなので、うん、そっちを目指して化粧していきます、はい。で今、まあ、目頭までがっつりライン引いて、うん、まあ、目尻はシュッとした感じ で、うんうん、で下も普通にライン引いてます。はい、ほい。でつけまつげ、うん、割とナチュラルめなやつを、はい、これを貼っていきたいと思います。つけまありパターンなんですね、マナミンは。ありパターンにします。そう、マナミンわりかし、まあね、パッチリしてるからね、うん。そうなの、悩んでるんだけどね、これも。うん、2年だとかっこいいんだ、マナミ。でこの描いた縁のところに貼っていきますね。まあ、女子だと先に。うん、まつげ貼ってから埋めるんですけど、うん、男子は描いてから貼ってます。その違いについて説明を、まあ、縁取りの線を作るか作らないかみたいな。本当は、まあ、女子も塗ってから貼った方がまつげがこう下向きにくいからいいんだけど、そういうのもあるんですね、向きが出ちゃう。まあ、貼り方が上手な人は多分そう
なりにくいとは思うんだけど、全部上向くと思うんだけど、うん、つけるもな、難しいもんな、うん、手プルプルしちゃいますからね、でせっかく書いたところを触って消したくないから、うん、これはねこれ使えば落ちないよ、そんなにすごい、ね、やっぱそれええやつを使うと、ええやつっていうかウォータープルーフとか、なんか100均のとかだとすぐ落ちちゃうから、うん、ちょっと触ったらどっか行く、行きますね、 あとそういう恐怖関連というか、うん、触っちゃダメだって、ほい、こんな感じで、うん、できました。すごいですね、目が変わりますね、左右で ねえ、晴れてるね、なんか、うん、で、ダブルラインを書いていきます。100均のアイブロウを書くやつ、うん、アイブロウ書くやつ、ヒントここまでですね。ダイソーさんですかね。ダイソーでーす。もう茶色で、うん、ダブルライン書いていって、うん、でさっきのザワチンさんのパレットの茶色が多い方、うん、でさっきと同じ色でいいかな、うん、同じ色でシャドウを塗ってぼかしていきます、うん、こんな感じ。おう、こっちなんか縁というか、ね、できてる囲いが、ね、がっつりダブルライン引いてるのも久しぶりみたいな気がしますね、なんか。で、はい、これはケイトのアイシャドウなんですけど、うん、まあ、この似たようなベージュの色があれば何でも大丈夫です。これを目頭、目尻、目元、目の下、目の下、はい、に塗って。で、ちょっと涙袋的なものを、なるほどなるほど、うん、すげえゴージャス感出てきました ね強調されました ね。でそこに軽く縁取り、軽くね縁取りして涙袋っぽくしてあげます。なるほどなるほど、ほい、あ、変わりますねやっぱり左右で。こんな感じで眉毛を描いちゃいます、うん、お願いします。描いちゃおうかな。じゃあ描いちゃいます。お願いします。なんか、うん、多分その優しいマナミンだとまっすぐ目でいいんですよ、うんうんうん、この眉毛を、はいはい、バキバキの方だとちょっと吊り上げたい、うん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 、ちょっと吊ってる感じでいけますね、うん、まあなんだろう、あんまこうキュッてしないで、うんうん、ちょっとあの優しさは残しつつ、はい、キュンって感じにします。ほい、うん、で100均ダイソーのアイブロウコートを上から塗ってちょっと乾かします。ピナルメイク作画感すごいですね。ね、すごい、うん、知っててる書き込みがね、久々なんか最初切れるのすげえ嬉しいんだよね。はい、で、うん、ザワチンさんのパレットの青いので、はい、ちょっと眉毛に色をつけていきます、うん、そう、前にね、撮った動画の時って、うん、箱額のやつ公式のサイズじゃなかったんだよね、確か。ああ、そんなこと言ってましたね、確か。そう、だから、今日はね、公式のだからね、めっちゃ嬉しい、うん、いい眉毛塗ったので、うん、もう片目もやっていきます。お願いします。終わりました。おい、強い強い強いね、濃くなりましたね。で、うん、鼻のラインもセザンヌのこのなんだシャドウ、フェイスコントロールカラーっていう、うん、シャドウで、茶色のシャドウで鼻筋も入れていきます、うん、強すぎるかな。いや、いいんじゃないですか、うん、バキバキ感は出てますよね、うん、多分ずらかぶったらね大丈夫だと思うんだけど、うんうん、こんな感じで鼻筋にシャドウを入れて、うん、ちょっとファンデーションでぼかしました。はい、で最後に唇消します。お願いします。それは何で消してるんですか。
もう二度と手に入らないやつですか？そうです、肌色のリップで、何かしらの肌色のリップで消してくださいない人はガムテープを使ってください。きな粉じゃないんだ。変えてきた。はい、でファンデーションでパウダーの方で抑えます、うん、なんかしないけど今ひそかにドッキリテクスチャーを思い浮かべて傷を隠してうまくなじませた感じを見ましたね。これが僕のバンジーガムさん。はい、バンジーガムになっちゃった伸縮自在の愛、はい、というわけでとりあえず完成です。はい、着替えてきました。はい、面かぶります。お願いします。メッシュ取った。おお、一応そうですね、メッシュつけてましたもんね。うん、アニメだと多分メッシュ入らないからね、次も。多分な、ま、万が一アニメでメッシュが入ったらその時は つけてください各自皆さんあれね、一応ね、あの日の光らしいからね、うん、はっきり違いますけどね。そうそうそう、ですよね、ジョジョかよって思うくらいなんかはっきりしてますから ね、 ね、まあいいっすよ、ああいうメッシュはもう牧島さんだけでいいんですよ、うん、久々すぎるマジで。いやでもいいっすね、ペダルはやっぱり、うん、安定感がある気がするね。安定感あるし、なんかコスプレメイクって感じがちょっとしますね。うん、うん、そうなんだ。あと気持ち、顔が伸びてる気がしてないなんか髪のせいかな、やっぱ、うん、縦にあるから横毛のあせいだと思うよ。解散の顔伸びろっていう長年の思いがね、なったわけじゃないんですね別にねえ、学園ハンサムするしかって感じだったもんね。うん、あれはもう顎をどうつるか削る、なんだろうね、つける、つける、確かに削る、本当の意味の削るを。でもね、学園ハンサムのコスプレだったらね、うん、雑な加工しても許される気がするんですよね。確かにね、つけてる雑加工の果てだもんね。うん、顎グイーンの、お互い様だよ。そうそうそう、空間歪んでるような格好をしても全然誰も文句言えないと思うんですよね。言えないよ、歪みツールで引っ張ればいいんだ。カイさんが仕上がってまいりましたよ。いい羽っぷりが。どうですか、うん、もうそろそろ限界ですでもいいっすね、ね、こうしてみるとあれですね、マナミンって典型的少年漫画主人公が、うん、ダミなんですね、やっぱり改めて見ると。そうだ、こんなの古典的な感じでずっといますよね。だね、もうちょっとあれでしょ、バンガードが。バンガード感。そうですね、バンガード感ありますね。ああ、いい、持ってる。いい、レアだったら、レア。レア。カードゲーム系の、うん。髪の毛入れたらレアカードになるよ。そうね、そっちになっちゃうんですよね、今バンガードって言ったら。なんかほら、相性、うん、そんな顔強くなくなった。なくなった。だよね。なんかね、不思議なことに。うん。ちょうどいいんですよね。眉毛強すぎないかなっていう感じだったけど、ね、いつもねペダルメイクには騙されるんですよね。騙されすごいね。眉毛もさいから。マナミはまだこれではマイルドな方ですからね。うん、もう限界です。おい。というわけで完成です。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。